皆様こんばんは。今ご紹介にあたりましたペリカンクラブ関係です。今日30分ほど時間いただいて、お財布携帯メントアンドロイドということで、NFC 時代に乗ったらお財布携帯がどうなって、巷ではですね、NFC になるともうお財布携帯なくなっちゃうんじゃないかとか、そういうメッセージが結構あるんですけども、多分 NFC という捉え方が皆さんいろいろまちまちなので、我々インフラを、ところから見てですね、それがどういうふうに見えているかということを少し今日はお話ししたいと思います。我々の会社のちょっと自己紹介なんですけども、ペリカネットワークスというのは、ソニーとドコモと JR の日本の資本の入った合弁会社で、お財布携帯のインフラを使って作っていると。で、こういう、プラットフォーム事業と、ライセンス事業なんですけども、我々はですね、講義で言えば NFC のサービスプラットフォームを、運営している会社です。で、それが実際具体的にどういうことかっていうと、このプラットフォーム事業っていうのは、我々、フィーチャーフォンでも、Android 携帯でもそうなんですけど、この中にエンベッドのチップが入ってます。で、チップの中のセキュアメモリーをですね、CP さんに公平に分配をして、サービス化できるようなプラットフォームを提供しているっていうのが、このプラットフォーム事業です。具体的には OTA、オーバーデアン、要するにインターネット経由でもって、サービスをここに入れたりです、あとパーソナライズっていうんですけれども、固定的なデータを書いたり、場合によってはコッピングとかそういうことをしてあげているというのが、プラットフォーム事業です。で、それに対してもう一つはですね、ライセンス事業で、ここが一番大きなポイントなんですけれども、お財布携帯、NFC もそうなんですけれども、こういうサービスをやるときっていうのは、何らかのサーバーが必要です。で、当然この移動機の中で、それを動くためにチップが入っている。で、それを使ってミドルウェアと。で、我々はこいつのサーバーであるとか、チップ、ミドルウェア、こういうものを全てをライセンスしています。具体的にはサーバーに関しては、日本、ヒューレットパッカーですね、HP さんに我々は、IP をライセンスして、彼らが、そういうサーバーを商売として受けると。だからチップに関しては、国内、これから海外のメーカーさんもそうですけども、いわゆるチップベンダーに我々がライセンスとして、製造、販売ライセンスを与えて、それをチップを買って、メーカーさんが入れていると。それから、あとミドルウェアですね。このミドルウェアのプラットフォームというのも、それも結構大きなポーションなんですけれども、フィーチャーフォンの場合というのは、ドコモさんとか au さんとか、今の、ソフトバンクとか、いろんな様々だったんですけども、Android になって、そういうキャリアのそういう、縛りがなくなったので、現在 Android では我々がそのミドルウェアとか使えているようなソフトウェアを全て直接、ハンドセットメーカーさんに代表としているというのが、我々の会社の、なります。で、今日の、お財布にもあるようなお財布携帯の Android なんですけども、我々も Android の時代が来るということで、随分前から準備をしたんですけども、去年ですね、シャープさんの i03 を皮切りに、Android 上にもお財布携帯のプラットフォームを使って端末が出てきました。で、現時点で大体今このぐらいまではもうネット上に多くなっているんですけど、大体20数機種ですか。で、これから秋冬モデルが出てきますけども、各社さん大体、お財布携帯が載っているのが30機種ぐらいいますので、都合50機種ぐらい。で、現時点でですね、フィーチャーフォンっていうのは日本でアベイラブルなのが7000万台です。で、それに対して今、Android はざっくりですね、500万台ぐらいですから、それが年末に出ても600万台、700万台になりますので、私からのメッセージはですね、これから NFC 時代になるときに、ぜひですね、この今の日本の環境というのを利用していただきたいなというのが、最大のメッセージです。で、ちょこっとここに書いてありますけども、国内メーカーさんだけじゃなくて、HTC とかハウェイとか LG、サムソン、モトローラとかですね、こういう海外メーカーさんも今積極的に、2012年度には NFC じゃなくてですね、我々のチップを搭載したお財布携帯を、日本に投入したいということで今我々で一緒にやっております。ですからおそらく2012年は、この辺のメーカーさんもオンパレードでですね、Android のお財布携帯が出てくるんじゃないか。で、これが現時点でですね、いろんなそのお財布携帯のサービスがあるというよく、我々の企業さんがいっぱい CP さんが大体100ぐらいのサービスが載っているわけですけれども、私はちょっと違う見方を通してみたいなと思うのはですね、ここにもありますように、いわゆるペイメントですね、ペイメントのアプリケーションとか、
追加を始めてる、始めるというような、交通系、それから、チケットみたいなエンタメ系ですね。それから、マクドナルドに代表されるような CRM 的な交流と、モーションからアクセスコントロールとか、さまざまなアプリケーションが、今、お財布系会場では実現されてるんですけれども、これはですね、我々全然満足してないんですね。で、実際に我々は2004年に、このビジネスを始めたんですけれども、もっと普及すると思ったんです。で、最初はその、スイカが乗るだとか、そういうオフメイクとかいろいろあったんですけれども、現時点で、いろんなその数字があるんですけれども、厳しい見方をすると、大体先ほど言った7000万台の端末があるうちのアクティベートされているのが、20% から 30%。で、我々はもっといくんじゃないかなと思ったのが非常に苦戦しています。で、なんでそんな風になってしまったのかというのは、これはこれからその NFC、アンドロイドのデジタルスタックに NFC が含まれてですね、今、ワールドワイドで NFC のそういうルールが起こっているんですけども、これ非常にその大事なことっていうか、象徴的なことかもしれないんですけれども、利便性だけではサービスは広がらない。これが大事ですから、我々の最初お財布経済にいた時には、例えば対策なんかもそうですけど、かざすだけで使える、かざすだけで決済が使えるっていう利便性でもっと広がると思ったんですけども、全く思うように広がらなかったっていうのが事実で、もう一つの要素っていうのは、日本の場合はそのテリカのインフラをうまく利用してそのお財布形態を作ったんですけれども、結局ですね、そのカードの機能をここに入れたので、そのモバイルとカードの機能っていうのが物価になって、サービス性をうまく出せなかったっていうところが原因なんです。だからペイメントなんていうのはまさしくしっかりでもって、例えば今エディとかなんかここに貼るようなシールがあります。そういうもんで済んでしまうものと、この中に例えばエディが入っているっていうもののサービスの再開ができない。例えばスイカなんかの場合っていうのは、当然そのかざしたままで使えるんですけども、モバイルスイカですと、例えば新幹線のチケットが割安で買えるだとか、そういうプラスアルファのファンクションがあるんですけども、その財布携帯、不接触の場合にそのカードのアプリケーションとモバイルの普通のアプリケーションというものをどう表現するのかというのは結構難しくてですね、社内でいろんな議論があるんですけども、私は個人的にはカードのアプリケーションじゃないものじゃないともっと広がっていかないんじゃないかなと。あともう一つ、我々は2004年に始めて、最初ドコモさんだけで始めたんですけれども、KDDI さんとかソフトバンクさんとボーダフォンが出てくるときに非常に苦労したのが、いろんなサービスプロバイダーさんが、いや、お財布携帯は便利そうなんだけれども、まだまだそのインフラとしてないんですよね。搭載率が低いであるとか、当初はドコモさんだけですよね。で、2007年ぐらいがピークですかね。大体その2007年で、出てくる端末の 80% ぐらいっていうのが、我々のこのお財布携帯だったんですけども、それでもなかなか普及しない。それはどういうことかというと、結局ユーザー目線で見ると、その生活インフラの中の自分の動線の中に全てお財布携帯が使える環境がない限り、財布の代わりにお財布携帯を使うというのはやっぱりユーザーさんしてくれないんです。ですからそう考えると、例えば NFC になりました。で、今NFC タイムとかいろんなところで言われてますけど、例えばNFC の企画になると、フェリカは、ワールドワイドには結構弱い部分があるんで、例えばそのグローバルプラットフォーム上の、ペイパルだとかペイウェーブだとか、そういう、決済が使えるというふうに言われているんですけども、これ我々から見るとですね、例えば海外旅行に行くときに、例えばフランスでもどこでもいいんですけど、行くときにそこのホテルで確実に使えるっていう保証がなければですね、携帯だけ持っていくことはないんです。必ずカード持っていく。で、これはその海外でもそうですけど日本でもそうなんです。ですからやっぱり自分の動線の中に、使える環境がないとインフラとしては成り立たないと。だからそこを、我々作るのに非常に、苦労したわけなんですけれども、ですから、はい、で、じゃあ NFC っていうのが、それぞれどういう捉え方をしているのかっていうと、マインドマップで申し訳ないんですけれども、一つはですね、RF のレイヤーっていうのはここに書いてありますけれども、ISO の HR09 に NFC IP1 と呼ばれているんですけども、実際は IP1 と IP2合わせの話になりますけれども、いわゆるその 13.56MHz というテクノロジーを使った、タイプ A からタイプ B、ここではタイプ A と書いてありますけど、フェリカであるとか、そういうものの、それが比較化されて、統一的に使えるようになったということなんですけれども、もう一つの見方というのは、ここにもありますように、オープン NFC とセキュア NFC という概念。
で、オープン NFT って何かというと、まあ、これはいわゆるセキュリティのない、我々が言うと平分のやり取りでもってできるようなアプリケーション。で、それには何があるかというと、この一つ書いてあるのが、まあ、いわゆるリーダーライトですね。まあ、一番代表的なのはタグを読むようなアプリケーション。それから、ピアツーピアのアプリケーション。で、こういうものは、まあ、オープン NFC という、まあ、セキュリティが一切関係ない API でもってできるようなアプリケーションです。ただ、このタグリードというところにも大きく2つあって、この上の方に載っているのが、まあ、これ NFC で定義されているタイプ1、2、3、4なんです。まあ、これいろいろなその、まあ、レガシーの、まあ、アプリケーションの互換性を取るために今こういうものが企画された、まあ、一番象徴的なのが、まあ、世の中でまあ30億枚ぐらいですか配られている、まあ、マイフェアという企画がまあタイプ2タグフェリカというのはタイプ3タグですからこういうあの API を使えば、まあ、実際今 Android でもですねあの誰かどこから情報を得たのか知らないんですけども、まあ、スイカビュアであるとかエビュービュアであるとか、まあ、そういうものを使えるというのはこういう API があるからです。でそれに対してもう一つ NFT タグというのがあります。まあ、これ多分ご存知だと思うんですけども、まあ、ここは NFT であるとかそういうそのロジカルなあのストラクチャーを決めることによっていわゆるこういうテクノロジーとは全然関係なく、まあ、タグのリードライトができるという API があるというのが、まあ、NFT タグの特徴です。でもう一つこれ先日 NFT フォーラムで発表されますけど SNEP という、まあ、いわゆるピアツーピア の API です。まあ、ここは、まあ、あの代表的なのはスマートポスターであるとか、まあ、URI に飛んで、まあ、Bluetooth であるとか、またはコネクションハンドオーバーで、まあ、ピッとかざした後に Bluetooth で、まあ、なんかやるとかですね、まあ、そういうピアツーピアのアプリケーションがあります。でこういうものが、まあ、我々は、まあ、オープン NFC というのです。でその一方でもう一つあのセキュア NFC というところで、NFC というとよく言われるのがいわゆるカードエミュレーションの機能とピアツーピアとそれからリーダーライターの機能があるっていうふうに言われるんですけれども、あの後のチャートで説明しますけど、 NFC フォーラム的にはカードエミュレーションというのは最初からアウトオブスコープです。ですからこれもどっかで私は話したんですけど、2004年に我々ボーサイスケーターを始めるときには、まあ、トニーの横付けの方で NFC というのはフィリップでやったんですね。でその時に私は、まあ、ある人に NFC は無視します。なぜならばカードエミュレーションというのはアウトオブスコープだ。で我々はやっぱりこのカードエミュレーションにこそその付加価値があるって信じてやってきたので、まずは NFC とは違う道を行って我々は少なくとも日本で NFC 的なインフラを作ることに専念したいということで、まあ、ペリカネットワークスと、まあ、NFC というのが違う道を歩んで、で、まあ、まあ去年ぐらいにまた出てきたんですけども、でカードエミュレーションというところを見たときにいくつかの見方があって、まあ、一つはどこにそのセキュアエレメントが入っているか。で今日本でやっているサイズ形態は、まあ、セキュアエレメントがエンベッドこの中に組み込まれています。まあ、これはフィーチャーフォンと一緒です。でこの形態は、Google ワレットなんかも同じようになります。一方、まあ、ヨーロッパの方では主流なのが、まあ、UICC の中に UICC というのはもともとセキュアエレメントですから、その中にアプレットを入れて、やろうというのが UICC です。あともう一つの流れとしては、まあ、マイクです。ただこれどこにそのセキュアエレメントがあるかというのは、まあ、アプリケーションを作るとかサービスを作る人にとっては全くどうでもいい話で、これは供給側の論理なんですね。まあ、要はそのヨーロッパの方では、まあ、オペレーターであるとか、SIM ベンダーというのも既得権がありますので、彼らはもう UICC でダメだ、ダメだとするんですけども、まあ、そんなものはサービスをする人から見れば全く関係ないので、ここはまあ気にする必要はないんだと。で、もう一つ NFC で、よく言われているのが TSM、トラステッドサービスマネージャー。まあ、要は先ほど言ったその OTA でもって、まあ、セキュアにその中にサービスを入れる機能ですね。まあ、それ、一つは M1 の TSM っていう、まあ、これは SIM の場合なんでそうなんですけど、まあ、いわゆるセキュアドメインを定義して、その中にある領域を作ると。でそこに例えば、テーパスならテーパスみたいな領域を切って、でその後 SPTSM というのはパーソナライズの個人用のデータを入れると。そうすると、まあ、IC カードを使えるんですけど、世の中こういうものだけ着目されているんですけども、ペリカネットワークスというのは当然こういうファンクションも持っていますけども、我々先ほど冒頭に説明しましたようにプラットフォームを運営しているので、この領域も全部我々がやっているんです。要するにアプリケーションを組むときオープン NFC というのは、まあ、後でAndroid のスタッフのグループが出てきますけども、まあ、こういうものがオープンになっているんですけども、何らかのセキュアなアプリケーションを作ろうと思ったときには、いわゆるミドルウェアの中にそのセキュアエレメントに対する API がなければいけない。だからそれが OPA にクラウド側からアプローチするための API がないといけない。
で、それからマネージャーって書いてあるんですけど、いわゆるサービスとしてのライフサイクルですね。ユーザーがあるアプリケーションを落として、そのサービスとしたり、でもうそれがいらなくなったとか、そういうライフサイクルをマネジメントする機能がないと、まあ、サービスとして成り立たないんですよ。で、こういうところになかなか着目している人がいなくてですね、まあ、世の中はここだけフォーカスされてるんですけども、まあ、ペリカネットワークは、まあ、会社ができた時から、最初から、まあ、この部分も含めて、冒頭説明しましたように、ライセンス事業としてやってるというところが、まあ、大きな。NFT を見たときに、そのカードエミュレーションのリーダーライザー機能を増やすシェアというのがある。それが、まあ、オープン NFC と、まあ、セキュア NFC という仕組みをやるというところと、頭に置いておいて。まあ、これは、ISO の78とか IC カードの自宅なんですけども、ここが詳細を記載しますけども、まあ、78-1809 人という NFC の規格が出たことによって、こちらはフェリカです。なかなかフェリカと世の中一般の IC カードっていうのは、このレイヤーでなかなかうまく切れてなくて、フェリカは、まあ、世界的には、まあ、なかなか標準的に扱ってもらえなかったんですけども、このレイヤーを、まあ、NFC として定義することによって、やっとその日の目ができるようになったっていうのが特徴です。まあ、これがフォーラムのポートフォリオスタックで、まあ、ピアツーピアとリーダーライトとカードフィニッシュで、こう白塗りになっているように、ここっていうのは、まあ、アドコンプス効果です。で、まあ、象徴的なのが、この先ほど言いましたように、リーダーライターモードの場合は、こういうテクノロジーがありますけど、これを例えばフェリカとしてタイプ3タグの API を叩けば、まあ、スイカのカードを、まあ、鍵なしなんですけども、アクセスしたりとかですね、その鍵がかかってないところにリードライトできるんですけども、NFC 的に使い方をするときには、この上にある NDEF のテーマとか、SNEP のプロトコルを使うとですね、こういうテクノロジーを全く意識しないでいいわけです。ということは、今のフィーチャーフォンでも、まあ、タイプ3タグのリーダーライトの機能があります。で、当然今のタイプ形態も載ってるわけです。ですから、それでアプリケーションを組んでおけば、ゆくゆくこのプラットフォームが NFC と、まあ、シームレスで動くようになればですね、そのときに、例えばマイペアのタグを持ってくればよいわけです。そういうことは意識しなくていいわけです。だからサービスを作るときには、まあ、安いタグを使えば、いいわけであって、そのテクノロジーには関係ないというところが一つの大きな特徴になる。で、この絵がですね、NFC の象徴的なものなんですけれども、我々よくイニシエーターとターゲットっていうんですけれども、イニシエーターっていうのは最初に電波を送る。で、それを受け取る方がターゲットっていうんですけれども、NFC のフォーラムでは、こういうふうにポールモードとリスプモードがあります。で、ポールモードっていうのは電波を吹く方です。で、電波を吹いて、まあ、テクノロジーを見つけて、まあ、自分がイニシエーターになって、ピアツーピア、いわゆる危機管理通信をしたり、またはリーダーライターモードになって、まあ、NFC タグを読んだりという機能と、それからリスプモードっていうのは、まあ、耳を澄まして聞く方ですね。で、外側から来た、もう一つあるその端末から、ピアツーピアで来たものを受け取って、なんか処理をするとか、からカーディネートするとか、で、こういう振る舞いをするっていうことが NFC フォーラムでは規定されているんですけども、我々にとって一番 その衝撃だったのが、そのジンジャーブレッドで、まあ、NFC が、まあ、ネクサス S に搭載された時です。で、何をびっくりしたかっていうと、このポールノートですね、この我々ディスカバリーシーケンスっていうんですけど、これがいわゆるその端末で寝てる時はいいんですけども、まあ、こういうふうに電源入れて、ちょっと起きますよね。この状態で常にこのモードが走ってるんですよ。で、これは我々日本人からすれば考えられない実装なんですね。要はその携帯っていうのは日本の場合は省電力の賜物なので、いかに電気を無駄に使わないか。で、そういうふうになってるんで、まあ、今のサイズ携帯はこの Android の場合もそうですけれども、通常使うときっていうのは全く電気を食わない。非常に微弱な RF のフロントエンドのところだけバッテリーから電源をもらってきて、で、まあ、例えば改札でも駅の、まあ、コンビニのリーダーライトにかざすとですね、それを受けて瞬時に、まあ、チップがブーストして、それで、まあ、カードイミネーションが走る。ですからベースバンドに対しては一切負担をかけないと。一方、例えばリーダーライターとか機関通信する時っていうのは、まあ、人間の意思がありますので、その時アプリケーションを起動すると、まあ、それで動くと。で、そういうふうに設計されたものに対して、Google は何をやってきたかというと、先ほど申しましたように、そのデフォルトで動いているときに、もうこのモードが動くと。ですから発想としては、Wi-Fi とか Bluetooth と一緒なんですね。NEXA セットを見てもらえば分かるんですけど、セッティングというところに NFC というチェックボックスがある。で、そのチェックボックスを入れるというのは、まあ、Wi-Fi とか Bluetooth と全く同じ機能を使っている。
で、これが何が衝撃かというとですね、やっぱりこれをすることによって、今まで我々がいわゆるタグみたいなものっていうのをにポッとかざしたときに、ポッとその、まあ、Android の場合はインテントで受けて、それでまあアプリケーションが起動するんですけども、そういう世界っていうのは考えてなかった。タグみたいに読むときには、必ずまあタグを読む、アプリケーションを立ち上げて、で、かざすっていう行為が必要だと、まあ、そういうふうに、まあ、フィーチャー本でも Android も今、我々のお差し付けた API ができてるんですけども、まあ、Google の実装の発想は全く逆だった。で、これはどういうことかっていうと、基本的にはアプリありきなんです。で、我々はアプリが確かにあるんですけども、アプリをなるべく意識させない。少なくともそのターゲットになるときっていうのは、人間の意思があるので、アプリケーションがいいんですけども、ごめんなさい、イニシエーターです。でも、ターゲットになる人に対してアプリケーションを意識させてはいけないっていうのが我々の思想だと。ですから、フィーチャーフォンでも あるんですけども、IC 通信みたいなものがあって、こういうふうにかざすときに、かざされた方っていうのは、多分何もしなくても、そのままフォンと出てきて、で、まあ、そのデータを受け付けますかってボタンを押すと、まあ、受け取るみたいな、そういう UI になると思うんですけども、まあ、Android の場合は、その辺が、まあ、我々とも逆転の発想で、そういう、まあ、実装をしてきたと。ただこれはですね、プロスポンスがあるんで、まあ、アプリケーションをどう組むかによると思うんですけども、非常に大きなフィーチャーだと思います。はい、で、これはですね、2004年に、まあ、私が書いた、まあ、そのお財布形態をどういう世界にしていくのかっていう図なんですけれども、まあ、こういうふうにサーバー群があって、まあ、これはデルチャの例ですけど、ミドルウェアがあって、こういうふうになるんですけども、当初から我々はいわゆるそのピアツこのシップとリーダーライターのカードエミュレーションであるとか、それからここでオフラインで、ビューアーとかを実現する機能、それからリーダーライターのタグを読むような機能、それから、このチップとサーバーが、まあ、オンラインでつながるあるような API、それから、機関通信的な機能、要するに今 NFC で言われているような機能というのは全て、まあ、お財布形態として最初から実装したんですけども、一番大きな差というのがですね、このアプリケーションというところにドコモで言えばユーザー、それからブリュー、からソフトバンクもクローズなネットワークなんですけど、ここに頼ったということなんです。これが大きな差です。で、これは何でか。なぜかっていうと、我々一番気にしたのが、IC カードをかざすときっていうのはユーザーの意思がありますよね。だから、まあ、それで自分の責任を持って置いてかさせるんですけども、クラウドからそのチップにアクセスするときっていうのは、どうアクセスするかわからないです。例えば、それからもう一つ、例えばビューは残高を表示するようなものも、例えば残高1万円ありますよと、5万円ありますよと、実際はない、偽物のビューはなんて簡単に滑っちゃうわけです。で、そういうものがあったら、やっぱりこの接触とモバイルで有効したサービスというのは破綻するということで、いかにセキュアにアプリケーションを組み込むかというところを、まあ、どういうふうにやったら一番簡単かなって、当時考えたのが、まあ、ドコモで言えばそのトラステッドアプリという。で、ブリューの場合は、まあ、クローズネットワークなんで、まあ、セキュアなんです。そういう仕組みを利用して、作ってました。ただそれに対して Android の場合はご存知のように、まあ、どこからアプリが作ってくるかわからないので、まあ、そこをどういうふうにその転換していくかというのは一つの課題です。ただ現状今の Android 作業形態の場合は CP さんがシームレスに、まあ、フィーチャーフォンから Android サービスができるように、まあ、これと同じようにですね、端末自身にはセキュアなアプリケーションという概念がないですけれども、まあ、弊社の方でその近い仕組みを、まあ、端末メーカーと、まあ、協力してですね、作ってある意味トラステッドなアプリケーションのことをやって現在がやっております。あんまり時間がないんでこれがアンドロイドのスタークの中で、先ほど私が言った、まあ、オープン NFC とセキュア NFC というのは、我々の、まあ、MFC というのはフェリカのミドルウェアのスタックとかスマートカード API のスタックなんですけれども、で、まあ、ここはまだまだそのオープンになってない。例えば、Google ワレットの場合というのは、ここの部分がオープンの API じゃなくてアプリケーションとして全てが凝縮されているんです。ですから彼らは、まあ、ここにスマート MX っていうチップを使っているんですけど、そこにアクセスするものとか、それからその OTA でもって、まあ彼らのカードを入れる機能というのは全部凝縮して一つのアプリケーションを作っている。ただこれを Google マークなくて、今の財布形態と同じようにもっとオープンな形にするためには、まあ、ここにスマートカード API というのは、これはコントリビューションがありますけれども、これがオープンに使われて、あとはこのアプリケーションをマネージメントするような機能がですね、ないとできない。で、実際今我々はここにミドルウェア、ここにまあメニューとか、
ウェブプラグインと書いてあるんですけど、まあ、そういうライフサイクルを使わせる機能がここにあります。ただ現在は今の押さえていたのが残念がらく ここだけなので、あの NFC と融合できないので、今、まあ、我々はこのレイヤーとこのいわゆるアンドロイドの NFC のレイヤーを今マージするような作業をしていますので、まあ、2012年ぐらいにはあのそういう端末が出せるんじゃないかと思っています。でこれからですね、そのじゃあNFC の時代になった時にどういう動きがあるのかというのが、まあ、これ簡単なやつなんですけれども、やはりその今世界的に着目されているのがここだけなんですね。ペイメントにしか、ね、着目してないで、唯一ペイメントじゃないものに着目しているのは、僕はある意味で Google ワレットです。 Google ワレットっていうのは、まあ、まだそのある意味ソーシャルではないですけれども、いわゆるオファーズであるとかそういうものの連携を狙っているんです。ですからやっぱりここを狙うんじゃなくて、 NFC になった時っていうのはソーシャルとどういうふうに関わりを持っていくのか、でその時の一つ のキーワードがオンラインとオフライン、オフラインとオンラインという、そういう API になることなのかなと思って、でもう一つは、ここにもクラウドと書いてあるんですけども、今まではそのかざす場っていうのが改札であり、都市であり、固定的だったんですね。まあ、ところが今、あの例えば iPhone とかが使われているんですけども、いわゆるそのポスターミナルっていうものがタブレットであるとか、こういうものに変わるわけです。で処理自身もクラウド化されると。ですから NFC のいいところっていうのは、ここではインターフェースを取るだけで、いわゆる決済は全部クラウドでできるというふうになってきますから、そうするとこのソーシャルとの関わりみたいなようなアプリケーションですね、今まではこういうリアルを握ってる人しかアプリケーションを組めなかったのが、ここにいらっしゃる皆様がですね、もうクラウドを中心にその、クラウド側の API を使ってその広がりを作ることができるっていうのが、これから大きな、違いになってくるんじゃないかと。これはですね、多分ご覧になった方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、Google があの六本木海外であのトライアルをしてるやつですね。まあ、お財布携帯を使って、まあ、この時にかざすとあの Google プレイの方に飛んでくると。でこのテクノロジーっていうのは NFC、まあ、厳密に言えば NFC じゃないんですね。フェリカの持っている機種っていうテクノロジーを使ってるんですけども、ただ彼らからすればこれ NFC のトライアルなんですね。要するに彼らはもしかしたらあのタグかなんかでやりたかったかもしれないんですけど、彼らの目的はそこのテクノロジーじゃなくて、まあ、かざすことによってオファーさんの、まあ、ここでは Google プレイスのところに、まあ、ユーザーを呼び込めると、オフラインからオンラインに持ってくるというインターフェースを使うということです。あともう一つ、面白いなと思うのは、これは別にコマーシャルじゃないんですけども、あのソニーが出してくるアクティブタグっていうもので、あのタグの延長なんですけれども、別にタグの先にコントローラーがついてる。でこれを使うことによって、あの通常はタグっていうのは決められたデータのリードライトしかできないんですけれども、この場合は、まあ、あの体重計だとかそういう歩数計だとかそういうもののデータを奪ってあの読めて、またクラウド化で処理ができるんですけれども、まあ、これもその NFC の一つの象徴的なものかなと思っています。あまりちょっとまとまりがない話になったんですけれども、まあ、我々は本当その NFC の時代になってもそのプラットフォームとしてそれを継承していくと。ですから今は残念ながらネクサスの仕様はここには入っていないんですけれども、あの、まあ、極めて近い将来ネクサスの持っている NFC のフィーチャーとからお財布携帯の持っているフィーチャーを、まあ、マージした端末を、まあ、日本国内から海外に出していきますのでNFC 的なトライアルを作っているので、ぜひ、ね、皆さんが先ほどのサードワッチというのはペイメントだとかそういうものを気にさらず気にしないでですね、やっぱりクラウド化で処理するところに着目してアプリケーションを作ってくだされば、まあ、グローバルに出ていけるチャンスがあると思います。でその時にチャートの中で説明できなかったんですけども、一番のキーワードというのは認証機能だと思います。でタグでちょっとしたアプリケーションを作るのはいいんですけども、クラウド側で何かサービスするときにはその信頼性というのを確保するときにどこかに認証というメカニズムが必要なんです。でそのためには我々はそのためにフェリカの API というのをクラウド側でもそれからあのミドルウェアでも用意してるんですけども、でそういうものを使うことによって、まあ、セキュアなアプリケーションができるというところが一つのキーワードになります。はい、以上です。なんか質問あ、関谷様ありがとうございました。はい、ちょっとあまり時間が押してて1問ぐらい質問であればお受けしようと思いますが、どなたか質問がありますか。あ、すみません、13ページ目ぐらいだと思うんですけど、はい、Android の NFC の API と、はい、フェリカの API 融合しようと今作業しているという話があったと思うんですが、はい、
それの意味するところっていうのは、まあ新しい端末ではペリカのチップが載っているけれども、それは今の自社ブレッドから入った NFC の API でも使えるし、はい、NFC からでもどっちでも使えないのかというところです。ありがとうございます。これは結構難しくてですね、先ほど言ったあのディスカバリーシーケンスがあるんで、これが根本的な必要と違うんですね。でそことどうマージするかっていうのは結構難しいところで、まあ、そこはまあ我々 の日々マウンテンビューといろいろ話をしながら、まあ、彼らも日本のインフラに対しては非常に薄れてくるので、まあ、テクノロジーテクニカルって結構難しいところです。はい、ただ実現できるのはおっしゃる通りの端末だと思います。じゃあ、皆様ありがとうございました。はい、皆様、温かい拍手を。